うわさて、存分に楽しんじゃおう。さくらさんはラッシュガード買ったんだね。人前で肌をさらすのは苦手なので。私も水着新調したんだ。あざーす。あれ、山内くんはいない。あれ、どこ行ったんだろうな。はぐれちゃったのかな。探しに行った方が。大丈夫大丈夫、トイレか何かだよ。それよりさ、早く遊ぼうぜ。あ、向こうにバレーコートあるぜ。私、運動苦手なんですけど。大丈夫大丈夫、こっちの方が男子の人数多いし。じゃあ行くよ。そう、レッ